仮面ライダーデンオ王、仮面ライダーデンオ王、仮面ライダーで、んお,うー,んおうオーブン表記、マスクドライダー d e オ o、NO、は、2007年、平成19年1月28日から2008年、平成20年1月20日まで、テレビ朝日系列で毎週日曜日8時8時30分、JST に全49話が放映された、東映制作の特撮テレビドラマ作品、および作中で、 主人公の変身するヒーローの名称である。字幕放送。ハイビジョン制作、アナログ放送では、レターボックス放送。平成仮面ライダーシリーズ第8作である。キャッチコピーは、字を超えて俺、れ、参上。字の列車伝来なぁ、次の駅は過去か。未来か。劇場版各作品や、その他の作品、それらに登場する人物や仮面ライダーをはじめとする。 事柄などについては多媒体展開の各項目を参照。本作品ではライダーのモチーフとして電車、鉄道、怪人のモチーフとしておとぎ話に登場する生物というライダー作品としては奇抜かつ斬新なものを取り入れている。前者について東映画プロデューサー白倉慎一郎はバイクに乗れない子供たちが より身近に乗れるものは何かと考えて出た案であったと語っている。全体的に各キャラクターの性格や特徴を活かしたコメディタッチのエピソードが多く伏線に全く触れないエピソードも存在する。また回を追うごとに主人公と味方怪人、イマジンとの絆もクローズアップされ終盤では物語の腰ともなる。第21話、第22話。 劇場版シリーズを除き、当時のライダー作品では、毎年高齢化していたライダー同士の戦いがあまり描かれないのも特徴の一つである。敵怪人による殺人描写も少なく、過去で殺された一般人も現代にいる。誰かが覚えている場合は怪人を倒せば生き返るという手法をとっており、歴代仮面ライダーシリーズの中では死者人数が極端に少ない。 平成ライダーシリーズは、アギト以降前作のカブトまで、テレビシリーズの放映期間中に、劇場版が一作のみ制作されていたが、電王では、テレビシリーズが終了した後も、劇場版が複数制作された、詳細は、劇場版を参照。その中で、第二作目と第四作目、第八作目ではその時点で放映中だった作品の、仮面ライダーとの共演も果たしている。また、 劇場版一作目公開の記念企画として、アニメ、クレヨンしんちゃんとのコラボが実現した、詳細は、仮面ライダー電王神王を参照。後の、超電王で、字の列車に乗り、仮面ライダーとなった少年が、時の旅人として、自分を見出し、電車を降りるまでの成長物語というコンセプトを、作り上げたことが、明らかになった。両太郎たちがイマジンたちを追ってたどり着く。 過去のシーンでは、実際にその日付の際の天気を調べ、その日の天気と同じ天気の日に撮影を行っていた。1971年のシリーズ第一作、仮面ライダー以来、仮面ライダーはバイクに乗るヒーローであるというイメージが出来上がっている。平成仮面ライダーシリーズもその流れに従いつつ、仮面ライダーアンギトでは、ホバーボード上に変形する、マシントルネーダー。 仮面ライダー555では人型ロボットとなるオートバジンと様々に工夫を凝らしたバイクが登場した。しかしこうした試みが鮮烈な驚きをもって受け止められたとは言い難かった。そこで白倉慎一郎はより強烈な印象を伴う乗り物として電車の要素を仮面ライダーに取り入れることを提唱した。この奇抜な組み合わせには周囲の異論が絶えなかったが、 バンダイの玩具開発担当の原昇や、デザインを担当するプレックスの菊池和弘のように、賛同する声もあり、最終的に、電車ライダーが承認された。ところが実際に作業に取り掛かってみると、電車モチーフのヒーローキャラクターのデザインは、想像以上に難航することになった。というのも、電車の形状は、新幹線を別として、概ねどれも四角形の箱型であり、 個性化が困難だったからである。デザイナー陣の苦境を見た白倉は、電車にはお話が載っており、それによって各車両を意味付けするという提案をした。これが突破口となって、おとぎ話をモチーフに加える発想が生まれ、顔に描かれた線路の上を桃太郎を象徴する桃型の電化面が移動してくる表現へと繋がっていった。次に問題となったのは、 電車の活用法である。巨大な敵に対抗するための武器として登場させるだけなら簡単だが、電車がなければ作品が成立しないほど重要な位置に据えるのは難しかった。右与曲折の末にたどり着いたのが、時間を超えて運行する自の列車という発想だった。この時電車の行き先の決定案となった、過去とは別にパラレルワールドや精神世界に行くという案が出ており、 後に、前者は仮面ライダーディケード、後者は仮面ライダーウィザードで採用されることになった。テレビシリーズ放送期間中における玩具、CDDVD の売り上げは好調で、DVD 第1巻は平成ライダー史上最高の売り上げを記録した。また、劇場版公開記念のトークライブを収録した DVD もテレビシリーズ並みの売れ行きとなるほか、 テレビ放送終了後も関連グッズの新規発売が相次いでおり、同様にテレビシリーズ終了後も複数回にわたるオリジナルの劇場版作品が制作、公開されている。2008年1月に新宿ロフトプラスワンで開催した日本オタク大賞2007では、倉田真隅賞。 オタク女性の関心を集めたことが受賞の決め手となった、を受賞し、東映プロデューサーの白倉慎一郎が、白太郎ス名義で受賞コメントを寄せた。また、同年3月には、第2回声優アワードにてシナジー賞を受賞した。2007年の現代に現れ、時間の改変を企てる侵略者イマジンと、これを阻止するために戦う仮面ライダーン王、野上良太郎、そして、 良太郎に憑依し力を貸す味方イマジンたちの活躍を描く。イマジンは憑依した人間との間にその望みを叶えるという契約を結び、手段を選ばず契約完了することで望みにまつわる記憶を呼び覚まし、それを足がかりに過去へ飛び破壊活動を行うことで時間を改変してしまう。それに対抗できるデモに変身できるのは、 時間改変の影響を受けない特質の持ち主、得意点のみ。だが、時の列車、デンライナーに乗って未来から来た女性花が見出した、得意点、両太郎はひよわで、清は、しかも不運続きと、一見およそヒーローらしくない。そんな両太郎に憑依して力を貸すのが、桃太郎、裏太郎、金太郎、タ太郎といった強烈な、個性を持ったイマジンたち。 彼らが憑依することで、良太郎は能力のみならず、性格も一変する。彼らの力と良太郎の奥底にある、正しく強い心が合わさることで、伝王はその力を発揮する。そして過去へ飛んだイマジンを追って、伝王も伝ライナーで過去へ飛ぶのだ。そうして、戦いを続ける良太郎の前に、仮面ライダーゼロノス、桜井優斗と名乗る青年が、イマジンデネブを伴って現れる。 両太郎の姉、野上愛理の失踪した婚約者と同じ名前を持つ彼の存在には、この事件の根幹に関わる秘密が隠されていた。車両は複数存在するため、個別表記のない時は字の列車として総合表記する。アカシックレコードにのっとってデンマインドの運転によって自動走行し、時の運行を守る鉄道車両型タイムマシン。 劇中では新幹線型と蒸気機関車型が確認されている。内部では乗客が快適に過ごせるように食堂車や浴室などが備わる車両も連結されている。現実空間に現れる際には電車に存在する仮面ライダーがベルトのフォームスイッチを押した時と同様の音、ミュージックホーンを鳴らす。各メイン車両の先頭車両には それぞれの仮面ライダーに対応する電化面がかたどられている。製造者、運行目的などのすべてを知るのは電ライナーのオーナー、駅長のみである。地の列車を運転可能なのは車両のオーナーか、それと同等の資格を持つ者に限定され、ゼロノスはゼロライナーのオーナーから一時的に運行、運転資格を委任されているため停車、発車を自由に行えるが、電王は、 運転資格は有するもののオーナーの許可なく、行き先を決定できない。時の列車が普段走る異空間は、モニュメントバレーを思わせる一面の荒野。時間の狭間と呼ばれる、トンネル、山岳が存在し、その中に入ると、現実空間との連絡が一切取れなくなる。現実空間にいるものも棚の中など、扉がある場所から異空間への扉を開いて、 時の列車に搭乗できる。現実空間にいる時は一般人でも列車の姿を見ることが可能。レール Y 空間、現実空間を問わず自動的に不設、撤去されていくため街中、空中、会場などどこでも走行可能。字の列車が壊れてしまうと時の中を永遠にさまようと言われている。時の列車は人間の記憶をもとに作られたチケットによって 過去や未来に移動する。基本的には、片道ギップで往復は不可能。イマジンが契約によって、過去に飛ぶのも、この件が絡んでいる。理屈の上では、過去に行くには、記憶という概念を持つ人類に作られるチケットを使用し、時間移動を繰り返さねばならない。それ以上の人間が記憶し得ない過去、または人類誕生以前の古代へ向かうは、専用のパスとチケットを使用して、 神の路線と呼ばれる特殊な路線に入る必要がある。時の列車には車両によって異なる協定世界時、アトックを基準にした時間単位が存在する。電ライナーとゼロライナーが使用する曜日、日時などの時間単位は、協定世界時、アトックを基準にした UT、UT プラス9、日本の標準時間である。通常路線を走る新幹線型の時の列車、豪華と付属する。 一般客用車両及び単独走行可能な戦闘車両群で構成される。ただし、劇中で単に電ライナーという時は豪華とそれに付属する客車で構成れている列車のみを指し、イスルギ列行、イカズチは含まない場合が多い。また豪快するギ列行、イカズチの名称は設定のみで劇中では故障しない。後ろ向きの戦闘車両が存在しないため、 逆方向へ向かう場合はバックするか新たな線路を構築して U ターンする。車内は多人数を長期的に乗車できるように設計されており、内部ではオーナーハナ・モモタロスたちが生活するほか、時の中からこぼれてしまった人間や、その他の一般乗客、乗車理由は不明などもおり、あらゆる時代から乗車する場合がある。普段はオーナーが運転を管理する。 運転資格を持つ電王がライダーパスをかざすか、現実空間で時間帯がゾロ目の時にパスを持って手近な扉を開くことで登場する。戦闘車両である全4両、豪華はイマジンやギガンデスの攻撃を防ぐなどかなりの強度を誇るが、食堂車などの非戦闘車両はモモタロスがぶつかった衝撃で穴が開くなど強度は弱い。そのため5両目以降の非戦闘車両は、 戦闘時には分離する。乗車期限内のライダーチケットやライダーパスを有しない不正乗車者は、チケット、またはパスの所有者が共有を宣言しない限り、オーナーによって車外に排除され、異空間を永遠にさまようことになる。オーナーは、車内で暴れるなど著しく、マナーに反した者の,の乗車を拒否する権限を有する。また電号が電ライナーを、 運転可能なのもライダーチケットの有効期限のみである。蒸気機関車型の時の列車。異なるタイプの車両による二両編成、従連で各車両が独立運動システムによる単独走行が可能で、電ライナーとは路線が違うため並列走行も可能。乗客を乗せての運行はしておらず、ユートとデネブのみが登場する。時間移動は運転。 運行資格を持つゼロノスイコール、ユートと共有者のデネブが管理し、乗車は二人なら自由に行える。詳細な車両の運転資格や、ユートやデネブの不在時に、どのような方法で運行、待機しているかは不明である。ユートやデンライナーのオーナーの話によれば、とある時間とともに一度消滅しているが、何らかの要因によって復元されたことが確認されている。 通常時は後日のドリルなぎなたの順に連結されて走行するが線路上に2つの転車台のようなオーラを発生させて進行方向を変えることで連結パターンを入れ替えられる。電ライナーは基本的に砲撃戦が主体であるのに対しゼロライナーは敵に突撃する豪快な近接格闘戦が主体である。戦闘時は電王により呼び出しや電ライナーとの連結も可能。 未来への分岐点の管理を目的に出現する巨大な新幹線型の時の列車。独立運動システムによって自走が可能。複数台が横につながることでターミナルと呼ばれる駅となる。駅長室は複数のキングライナーのうちの一両の内部に存在する。通常同期はボディ各部を展開させたステーションモードとして数台が分岐点付近に設置され、 時の列車を格納する専用の駅としても機能する、ほか、時の分岐点の監視も行う。内部には、風景が、次々と切り替わる、同時にキングライナーのミュージックホーンが演奏される、待合室やエレベーター、駅長グッズを販売する売店もある。新たな時の分岐点が出現したり、時の列車が暴走した場合などには、駅長の指示で、列車型のライナーモードへと移行する。 デンライナーをはるかにしのぐ、驚異的な駆動力を誇り、フルスピードで稼働していてもステーションモード時の、キングファイアをフルブレーキとして使用することで急停止も可能。また走行中にステーションモードへと移行することで、走行中でも時の列車をスムーズに格納できる。第38話や、超、電王トリロジーエピソードレッドでは、この機能でデンライナーを暴走から救った。全部のキングランチャー。 側面のキングファイアからフリーエネルギーの光弾やビームを発射して戦闘を行う。以下の記述はデンオーラと敵対するイマジンについてであるがイマジンの設定や特性は桃太郎すらにも共通である。未来から2007年にやってきた人類の精神体が人間のイメージイコール記憶により怪人としての肉体を得た姿。過去を都合の良いように改ざんし、 現在や未来を変えることを最大の目的とする。劇中に登場するイマジンについては放映リストを参照。劇中で登場するのは主にカの命で2007年を訪れた一派であるが、イマジンという存在自体はそれに限ったものではない。例として、モモタロスたちのようにカの下から離反したイマジンや、俺、誕生に登場する、基盤オハイカのイマジン。 クライマックスケージに登場する、ネガタロス配下のイマジン、サラバデンオーに登場する、白配下のイマジン、リケードに登場する、アリゲーターイマジン配下のイマジン、大ショッカー、スーパーショッカーに所属するイマジン、ターミナルに所属し、期限付きで契約者と行動する派遣イマジン、時間警察が開発した人工イマジン、ショッカーに所属するイマジン、 いずれにも属さないはぐれイマジンなどが存在する。なお、デンライナーやターミナルの乗客、乗務員など、時の列車に関わる人間たちには、イマジンの存在は、認知されている。主に契約者のイメージから手に入れた姿の武器と、身体的特性で戦うが、発火や契約を介さず、他者を操るなど超能力のようなものを駆使する、者たちも存在する。この上、 精神体は一体に一人分とは限らず、兄弟や主従などの集合体で構成されることで契約者一人から複数体のイマジンが実体化する系統もいる。イマジンとは、イマジネーションという言葉から作られた造語で、デザイナーのニラサワは、イマジネーションによるマジンと説明している。また、体のどこかに、各々の,の,のモチーフの名前が入っている。 会に従い自分たちの時間を手に入れるために行動する。会により2007年に送り込まれており、彼がテレパシーのような能力で指令を伝えている。これは、桃太郎すらも例外ではないが、ウラ太郎すが釣られなければ、その言葉に従わなければいい話と語っているように、強制力はなく、あくまで目的の一致による主従関係に過ぎない。 イマジジン側からも会にメッセージを送るる。ことが可能である彼らの本来の目的は未来への分岐点を決定する鍵とされる桜井優斗を抹殺することで2007年の世界を自分たちの存在する未来へとつなげることである。しかし桜井優斗が時間からの干渉を防ぐゼロノスカードを所持する関係上彼を消し去るには 過去の時間を逃亡している桜井を直接殺害するしかないため、彼が彼の逃亡先を突き止めイマジンを送り込んでいる。3000体以上が2007年に来ているが、その都度目的の時間にイマジンを飛ばせる人物が極端に少ないため、実体化できるのは1回につき、契約者1人か2人分が限界である。最後まで目的を果たせず分岐する未来が自分たちのものでないと決定した場合、 タイムパラドックスにより得意点である貝を除く前のイマジンは時の中から消滅する。ちなみに貝自身が過去を持たないイマジンのことを忘れやすく、また彼らイマジンを使い捨てのコマ程度にしか考えていないため、過去へ飛んでも桜井を取り逃がした場合はそのまま放置される。イマジンの活動内容は便宜上、次の4段階に分けられる。イマジンの イメージの暴走によって巨大化した姿。巨大化した時の姿は、イマジンの特性により異なる。ただし、クラーケンイマジンのように必ずその法則に当てはまる、わけではない。ジニは一体のイマジンから、複数出現することもある。暴走する条件は、一切不明。以下の三種類のほか、オクトイマジンの能力により時のレールが暴走した、黒い竜の形をした怪物も存在する。 両太郎を演じる佐藤健は主役ライダーを演じる役者としては初の平成生まれである。また、同一制作局、テレビ朝日による世界の車窓からでナレーションを務める石丸健二郎が伝来のオーナー役及びオープニングナレーション担当に起用された。本作品では怪人が人格を持ち人間に憑依するという特徴から両太郎に憑依する レギュラー怪人を演じる、関俊彦、湯サ浩二、寺テラソママ、サ鈴村健一は、表異児の良太郎デンを描くフォームの声を演じる。本作品では千人のナレーターは設けられておらず、OP や次回予告では、石丸やレギュラー怪人役の声優、中村などがナレーションを担当する。括弧内の数字は、出演会。大技は、イマジンの契約者を表す。 ゲスト声優については放映リストを参照。脚本は仮面ライダー隆起以来となる小林安子がメインライターとして起用されたほか、一部の話、小林が劇場版を執筆していた時期のものは前作、兜のメインライターである米村昌司手掛けた。演出面では、前作より引き続き参加の田崎隆太や長石高男や石田秀則のほか、 響き期以来となる坂本太郎と金田治や平成ライダーシリーズには初参加となる舞、原健三も演出陣に名を寝ている。劇中音楽は平成ライダーシリーズでは4作目となる佐橋敏彦が担当した。音楽はシンセサイザーを駆使した現代ポップ調のものからスイング調のジャズ、渋いロック、クラシカルなものまで多岐にわたる。主題歌は ダンスユニット AA、A、が本作品限定のユニット名、AAADEN オーホームとして担当。ライダー主題歌は近年オリコンチャートシングルランキングにおいて初、登場時に上位を獲得すること多いが、本作品ではクライマックスジャンプがオリコン初登場5位、クライマックスジャンプ DN ライナーホームが初登場2位にランクイン、いずれもウィークリー単位し、 当時の最高記録を2度更新した。本作品では主に戦闘シーンに使われる以下の曲が ED テーマ扱いとなる。放送期間中にテレビシリーズや劇場版のサウンドトラック CD、放送終了後にそれらも含めた CD ボックスをリリースするという体制は前作と同様だが、本作品からはテレビシリーズのサウンドトラック CD が2枚発売されるようになった。 主題歌、挿入歌 CD は、クライマックスジャンプ、ダブルアクションを参照。各は終了時、赤い円がだんだん縮小されながら、映像の中心に出現し、円の内側が半時計回りに回転する演出がなされている。最終話では時計回り。平成仮面ライダーシリーズではそれまで一部の例外を、除き正式なサブタイトルが付けられていなかったが、本作品を皮切りに、 正式なサブタイトルが付けられるようになる。突起のない限り、いずれの作品にも、仮面ライダー電王が登場。一つのシリーズで、劇場版が8作品制作され、そのいずれも、完全オリジナルである。いわゆるフラッシュアニメ風に制作された、デフォルメされたイマジンたちが、メインのアニメ作品。2008年から2010年まで、前述の短編映画も含め全4作。 34はプラス1が制作された。発売はすべてバンダイナムコゲームス、バンダイレーベル及びバンプレストレーベルによる、ガングタイプのゲーム機や携帯電話ゲームは存在するものの、平成仮面ライダーシリーズとしては、初めて単独タイトルでのテレビゲームソフトが発売されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。